さんこんにちは、森ありです。先日出したラッシュのスクラブ、リップスクラブについて詳しく出したいと思います。これはですね、本当はお風呂とか洗面所とか、水場でスクラブはね、ボディもそうなんですけど、やるものなんですけれども、お水が入っちゃうとダメなので、お水が入ると、なくなっちゃうんですって。だからお水が入んないところに置いといてほしいみたいなんです。アリスちゃん、なくなるの早くないって言われて、どこに置いてるって言われて、お風呂ですって言ったら、洗面台の濡れないところにした方がいいと思うよって言われたので、そこにしまして、店員さんにアドバイスをいただきました。なので、みんな濡れないところにこれは置いた方がいいと思います。指で取ってもいいんですけど、指で取るときはスイカの種2個分ぐらいを置いて、こうやってやっていくらしいんですけど、私は基本的にはスパチュラを使って、これが2018年まで持つので、もうずっと使ってられるから、こっち、やっぱスパチュラとか使ってた方が衛生的にはいいかなと思います。もう洗顔とかした後の唇ちょっと乾いてるので、これをやっていきます。ここでやるのもちょっとあれなんですが、すごく味は甘いので食べたくなっちゃうんですけど、食べちゃダメですよ、みんな流してね、ちゃんとこうやってもうひたすらくるくるくるってゴシゴシとかしちゃったらダメなので、くるくるくるって本当に1分ぐらいかな、マッサージして、こうすごくツイストパン食べたやつみたいになってるけど、こんな感じで OK です。これで流していきます。はい、流し終わりました。わからないかな、見た目ではわからないかな、プルプルってしてるんですけど、なんだろうな、本当に保湿された感はあります、やってみるとね。はい、ということでこちら後付けになってしまいます、ごめんなさい。なんか今編集をしてたんですけど、リップスクラブのところからなぜかね、こんな状態で、昔のさ、あるある探検隊、あるある探検隊って、すごいジェネギャが生まれるかもしれないけど、あるある探検隊がごとく、西川くんがごとく、クーって止まってたの。5分ぐらい喋ってるんだけれども、このクーの状態ですごいいいことを喋ってたので、付け足して撮りたいと思います。リップスクラブやった後はこんな感じの、DHC とか、私がいつも使ってるサベックスとか、保湿が高いリップを使って、保湿をしていきます。でその後にリップパックとかドンキとかで売ってる、リップ のスクラブの横とかに売ってると思うんだけど、こういうパックとかもしてみると、そんなにカピカピにはすぐにはならないと思うので。唇の周期って言われているものが3日から4日5日って言われてるらしいので、私は週に1回とか、本当多くて3日に1回やってます。本当にこの時期乾燥がすごいので、もうずっとこんな感じでやってるんですけど、コツとしてはゴシゴシ本当にやらないことです。やっぱり唇乾燥してると切れやすかったりとかもするから、あんまりこうなんて言うんだろうな、雑に扱わないで、ゴシゴシゴシってやらないで、こうやって指はね、人差し指か小指でいいんじゃないかな、こんな感じでやってみてください。ということで、森ありでした。なんか後付け本当にごめんなさい、後に本当取ってつけた感が半端ないですね。では、森ありでした。せーの、おつわり、バイバーイ。